人じゃない。何をしていたんですか？いや、ただブラブラしていただけだよ。じゃあ勝負しよう。勝負勝負？なんだよいきなり。今度こそキリトの息の根を止めます。殺しちゃうんだから。人の話を聞け。俺と友情がファナティオと戦ったのを見て少しは考えを改めたと思っていたが、ダメだったか。それにしてもどうしてこの二人は殺すことをここまで軽く考えられるんだろう。わかった、勝負は受ける。ただし命のやり取りはなしだ。それではつまらないですよ。じゃあ受けない、諦めてくれ。もうしょうがないな。それでいいから勝負しよう。いいでしょネル。ゼルがいいならいいですけど。じゃあ始めましょうか。てると思ったんだけどな。殺しのうまさでは絶対負けないのになぜでしょう。無駄のない身のこなしや武器の扱いを見れば君たちは確かに強いよ。ただ戦い方があまりに無鉄砲すぎる。死ぬのが怖くないのか？死ぬのなんて別に怖くないですよ今さら。何回も死んだことあるしね。怖がってたらやってらんないし。今更？何回も死んでる？どういうことだ？そういえば話してませんでしたっけ、私たちが聖号騎士見習いになる前のことを。いや聞いたことないな。話してくれるか？はい、私たちはもともと最高司祭様のある実験のためにセントラルカセドラルで生まれました。まあ生まれたっていうか作られたって感じかな。その実験のためだけに修道士と修道女に子供を作らせたらしいから。子供は通常10歳で天職をもらうようですが、私たちは実験のため5歳の頃から天職があったんです。それは互いに殺し合うことです。おもちゃみたいな剣で私とゼルは殺し合いました。なんだと？殺し合うことが天職？ネル、あんたは刺すのがへったくそだったよね。毎回痛くてたまらなかったよ。それはゼルが余計な動きをするからです。一体何のために？そのアドミニストレーターの実験って何なんだ？それは完全に失われた天命を回復させる術、蘇生神聖術の実験です。蘇生だと？あ、つまりお前たち二人は互いに殺し合ってはアドミニストレーターによって蘇り、また殺し合ってということを5歳の頃から繰り返していたのか？ええ、そうよ。一撃で綺麗に死ねば蘇る確率が上がるので、殺し方を二人でひたすら練習しました。まあ結局私たちが8歳の頃に蘇生神聖術は諦めたみたいだけど、30人いた実験体の子供も爆発したりして残ったのは私とゼルだけですしね。3年以上も殺し合いを天職として強要されれば二人のように殺すことが当たり前になるか。なんてこと。アドミニストレーター、待てよ。じゃあ二人はその後に聖号騎士見習いになったというわけか？うん、元老長が来て好きな天職を選ばせてやるって言われたから聖号騎士になりたいって言ってやったんだ。すると一番下っ端の聖号騎士と試合してみろと言われました。それで聖号騎士のお兄さん二人を殺して奪ったの。アドミニストレータ様に実力を認めてもらうためにね。聖号騎士を殺した？そうそう、首をスパッと一発でね。当時の28と29ですね。名前は忘れましたが。そして
私たちは特例で聖号騎士見習いになったんです。でもまだ勉強が足りないからって神聖術とか法律とか覚えさせられてさ、正直うんざりしてたところにキリトとユージオが侵入者として来たってわけ。他の聖号騎士の前で二人を殺せば正式に聖号騎士になれるかなって思ったんです。それで俺たちを魔秘毒で捕らえてファナティオの前まで連れ出したってわけか。でもやっぱり大事なのは殺しのうまさだけじゃないぜ。それだけじゃ本当に強くなんてなれない。ファナティオやアリス、聖号騎士たちはみんな人界や自分の守るべきものを守るために戦っている。だからこそ彼らの強さは揺るぎないものになるんだ。二人だって。はあ？何それ、お説教？キリトの話はよくわかりません。まああんな育ち方をすればわからなくても当然か。何この声？あ、あそこ鳥の巣があります。どれどれ？あ、ひな鳥がたくさんいるよ。ピヨピヨ鳴いて口を開けてますね。鳥の巣か。ひなだけで親鳥はいないのか。わ、親鳥が戻ってきたみたいだ。痛い！何ですか？いたたたたたた、すっごいつついてくるんだけど。完全に敵だと思われてるな。親鳥に悪いからここを離れよう。あんなに怒っていたんですか？それはもちろんヒナたちを守るためだろ。どう見たって私たちの方が強いでしょう。かなわない相手に立ち向かうなんてわけわかんない。そうか、この二人にとって戦いは殺すという目的を果たすための手段に過ぎないのか。かなわないと分かっていても守りたいもののために立ち向かうという戦いもあると思うぜ。何よ、カッコつけちゃって。キリトが何を言いたいのかよくわかりません。まったく響かないな。え、今の声ってさっきの鳥の巣の方からですね。行ってみよう。巣が荒らされている。ヒナたちは無事みたいだが、親鳥はどうしたんだ？あ、死んでるよ。何？あ、本当だ。天命が完全に失われている。治癒術でも無理だ。それこそ蘇生神聖術でもない限りな。さっきの鳴き声、他の獣に襲われていたんですね。そうか。はあ、すごく泣いてるね。親がいなくなって悲しいよな。どうしてキリトまで悲しそうなんですか？いや、このひな鳥たちの気持ちを思うとつい。この親鳥は守りたいもののために戦った。残酷だが命は有限だからこそ尊いんだよな。そしてこの世界の動物、フラクトライトを持たない NPC 的存在にも情愛というものが存在する。 NPC だってこの世界で生きているんだ。有限だからこそ尊い。ああ、そうだ。勝てないなら逃げればよかったのに。フィゼル、今までだったら多分そう思ってた。でも今は親鳥がもっと強ければよかったのにって思う。まあな。でも俺はこの親鳥のような心でありたいと思うよ。死ぬかもしれなくても守るために戦うんだ。キリトの騎士道なんてどうでもいいです。それよりもこの子たちは親なしで生きられるんですか？いや、無理だろうな。まだ自分では食料を調達できないだろうし。この子たち死ぬんですか？え、それはなんかやだよ。嫌だって言ったってどうするんだよ。育てましょう。
私たちで。いいよね、ゼル。うん、いいよ。リネル、フィゼル、よかったな、お前たち。この二人が面倒を見てくれるってさ。ひな鳥たちも喜んでるぜ。この子たちが大人になるまで絶対死なせない。私たちならさっきの獣から襲われても大丈夫だし。頼んだぞ、二人とも。二人とも命の大切さがわからないわけじゃないんだ。二人の成長をもう少し見守っていこう。